次回は本気で青春よ。青春。貧弱男子たちが愛のため気合を入れて鍛え直す。告白をかけた戦いが今始まる。学園で巻き起こる恋の嵐。ラブ、そしてストーム。まさに青春ね。決して水着会というわけではない。そこは強く訴えていきたい。